GMO クリック証券株式会社は日本の金融商品取引業者である。GMO フィナンシャルホールディングスの100%子会社で GMO インターネットの孫会社にあたる。2012年10月12日、行政処分として業務改善命令が下された。出店当初一部のネット企業である GMO インターネットの子会社として新規参入を果たし、 手数料の安さに重点を置く。2006年5月12日に取引開始。また、2007年1月より、信用取引は、一律150円にすると発表。先物の,の手数料においても、最安値水準としている。参入するすべての分野で、玉砕先法とも形容される、破格の値段で、業界に、価格破壊を起こしている。価格以外でも、 顧客の実際の取引で順位を争うトレード大会、ブログに取引結果を貼ることができるように取引結果を画像で出力するサービスなど他のネット証券とは一線を隠している。2007年9月の株主移動により、2007年12月より、クリック証券に称号変更。2007年12月3日に開かれたメディア懇談会では、 2008年以降システムトレードに力を入れていくという独自の路線を発表。通常は株式用、FX 用、先物用と ID、パスワードはバラバラになるところをシングルサインオンにより一つの ID パスワードで全ての取引を利用でき複数管理の煩わしさを解放している。この点においても他の証券会社と一線を画している。 2006年12月26日より Web サービス開発キットという名前の XML インターフェースの使用を開示。2007年3月27日より株式注文の使用が公開、同時に API サーバーへの接続を開始した。しかしながら完成度は非常に低く明らかに設計ミスと思われるような箇所も見受けられる。また肝心の株価を取得する API が 提供されていない。これはサーバーへの負荷軽減のための措置であると説明されている。そのため提供される API のみで取引のすべてを担うソフトウェアを開発するのは困難である。一部の開発者はこのような API に見切りをつけスクレーピングと呼ばれる技術を用いて HTML を解析するなどのアプローチをとっている。2009年2月2日に 2009年2月14日をもってサービス終了の案内があり、サービス提供が終了した。しかしながらシストレ FX グランプリの API を利用したコンテストは2009年3月29日まで募集しており、コンテスト開催中であるにもかかわらずサービス提供が終了した形となった。しかし、それゆえシストレ FX グランプリ用のデモアカウントの方は、 継続して API サービスを提供している。インターネットのオンライントレーディングシステムをフルスクラッチで開発。外注を行わずすべて自社の社員で開発。アーキテクチャは社長自らが設計を行っている。Web2.0 で流行のチープ革命を標榜し、金融システムとしては珍しく、オープンソースと IA サーバーを使用、またオブジェクト指向の開発プロセス。 フロッピーディスクドライブを採用。システム開発力を活かし証券会社版の Google を目標としている。2010年5月現在、ネット証券で一番多くのエンジニアを抱えており一番システムに力を入れていると豪語している。しかしながら、ザラバ中にシステムをダウンさせることが何度もある。イカシステム構成 SBIE、トレード証券、楽天証券、オリックス証券、 ゴールドマンサックス証券と共同で夜間取引を行っていた。出店、ありがとうございます。